広報新宿令和4年2022年11月5日号発行新宿区編集新宿区選挙管理委員会新宿区長選挙特集号新宿区の未来は私が決める新宿区長選挙投票日11月13日日曜告示日11月6日日曜 投票時時時間は午午前7時から午後8時まで。区選挙管理委員会では期日前投票所を含む全ての投票所において新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底した上で選挙を実施いたします有権者の皆様にもご協力をお願いします掲載内容1 今回投票できる方2お体の不自由な方には3投票の記載方法4投票開票速報5投票所整理券について6期日前投票の積極的なご利用をお願いします7投票所における新型コロナウイルス感染症対策8旅行地滞在地での不在者投票 9郵便等による不在者投票10指定病院等に入院入所している方の不在者投票11投票所への移動に関する支援12候補者の情報13特例郵便等投票14選挙広報を配布します15選挙管理委員会公式ツイッター以上です 1. 今回投票できる方今回の新宿区長選挙で投票できる方は新宿区の選挙人名簿に登録されていて投票する日現在において新宿区内に住所がある方です。なお今回の選挙で新たに新宿区の選挙人名簿に登録される方は 以下1平成16年11月14日までに生まれた日本国民であること2令和4年8月5日までに新宿区へ転入の届出をしていること3令和4年11月5日まで引き続き新宿区に住民登録があること 新宿区に転入された方令和4年8月6日以降に新宿区へ転入の届け出をした方は今回の新宿区長選では投票できません。米印ただし新宿区の選挙人名簿に登録されている方が他の区市町村に転出した後一1か月以内に 新宿区に再び転入届を提出、再転入し、投票する日現在で、引き続き3ヶ月以上、新宿区に住んでいる場合、投票することができます。この場合、転出した日付によって、投票が可能となる日が異なりますので、該当する方は、新宿区選挙管理委員会までお問い合わせください。 新宿区から転出された方新宿区から転出した方は新宿区の選挙人名簿に登録があっても投票できませんただし11月7日から13日までの間に新宿区から転出する場合は転出する当日転出届を提出する日ではなく実際に引っ越しをする日 までは投票できますなお転出から1ヶ月以内に新宿区へ再転入された方は前日の米印の記述をご参照ください新宿区内で転居された方かっこ1 10月14日金曜までに区内で転居の届出をされた方は 新住所地の投票所で投票してくださいかっこ10月15日土曜以降に区内で転居の届出をされた方は全住所地の投票所で投票してください上記1・2の記述はいずれも11月13日日曜の投票日当日に投票する場合に限り該当します 期日前投票をご利用される方は、区内のどの期日前投票所でも投票が可能です。二、お体の不自由な方には代理投票心身の故障等で投票用紙への辞書が困難な方は、代理投票ができます。投票所の職員が候補者名をお聞きし、 ご本人に代わって投票用紙へ記載いたしますご希望の方は受付にてお申し出ください投票の秘密は守られますのでご安心くださいなおご家族等が代わりに記載することはできません展示投票目が不自由で展示による記載が可能な方は展示投票ができます展示機は すべての投票所に備え付けてありますが、ご自身でお持ちいただいても構いません。このほか、展示板の候補者一覧、展示板の選挙のお知らせ、選挙広報の転訳版もご用意しています。その他、すべての投票所、記述前投票所には、老眼鏡、展示器、文鎮、ルーペ、 コミュニケーションボード、出談ボード、車椅子等をご用意しています車椅子のまま利用できる記載台もございます必要な方は、係員までお申し出ください 3. 投票の記載方法投票用紙には、候補者の氏名を1名のみ記載してください 候補者の氏名以外は書かないでください候補者の氏名が正しく記載されていてもそれ以外に不必要な記載欄外や裏面を含むがあった場合は投票が無効となることがありますのでご注意ください投票用紙は縦書きです大切な一票が無駄にならないように 正しく記載しなくちゃね 4. 投票開票速報開票は11月13日日曜の午後8時45分より新宿コズミックスポーツセンター大久保3-1-2で行います投票開票の速報は投票日当日に新宿区のホームページでご覧いただけます 投投票票票所所整整理理券券にに、ついて住民票の世帯ごとに投票所理券を封書でお送りします。投票の際は印字されているご自身のお名前をよくご確認の上お持ちください新宿区の選挙人名簿に登録があり投票する日現在において新宿区内に住所がある方であれば 投票所整理券が未着の場合や、紛失された場合でも投票できます。投票所の係員にお申し出ください。なお、投票所整理券がお手元に届いても、選挙人名簿の登録要件を満たさなくなった場合や、要件を満たさないことが判明した場合は投票できません。整理券表面 表面に印字されたご自身のお名前をよくご確認ください。誤ってご家族の整理券をお持ちにならないようご注意ください。なお、表面に書かれている地図は、11月13日投票日当日にお越しになる際の投票所です。整理券の裏面は、期日前投票宣誓書、 県請求書です。あらかじめ、ご自宅等でご記入の上、お持ちいただくと。スムーズに受付ができます。また、十一月十三日投票日当日に。お越しになる場合は、記入不要です。六。期日前投票の積極的なご利用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の。 感染防止の観点から、投票日当日の投票所における混雑を緩和するため、期日前投票制度をぜひご活用ください。また、投票日当日、仕事や旅行、レジャーなどで投票所に行くことができない方も、期日前投票ができます。期日前投票のご案内 期日前投票ができる場所日時は表の通りです。期日前投票所名所在地・日時です。区役所第一分庁舎歌舞伎町一の五の一四谷特別出張所内藤町八十七丹ス町特別出張所丹ス町十五江の木町特別出張所 早稲田町85若松町特別出張所若松町1 2 6大久保特別出張所大久保2 1 2 7戸塚特別出張所高田の馬場2 1 8 1落合第1特別出張所下落合4 6 7落合第2特別出張所 中落合4の1 7の1 3柏木特別出張所北新宿2の3の7角は特別出張所西新宿4三3 3の7日時いずれの期日前投票所も期間11月7日月曜から11月12日土曜時間午前8時30分から午後8時。 持参するものは、投票助成利権がお手元に届いていれば整理権裏面の期日前投票宣誓書兼請求書に必要事項をご記入の上お持ちください一面の今回投票できる方の要件を満たしている方で投票助成利権が届いていないまたは紛失したなどの場合は 期日前投票所の備え付けの期日前投票宣誓書、件請求書をご利用ください。印鑑は不要です。住所によって期日前投票所は決められていますか。期日前投票は票のいずれの期日前投票所でもすることができます。ただし投票日当日、十一月十三日日曜は 決められた投投投票票票所ででのみ投票できます投票助成権をご確認ください長期の旅行などで期日前投票に行けない場合は長期の旅行などで投票日当日の投票所や期日前投票所に行けない場合は滞在地で不在者投票をすることができます。 新型コロナウイルス感染症に対する対策は取られていますか。投票日当日の投票所と同様に、期日前投票所においても、新型コロナウイルス感染症対策を徹底します。投票される皆様にも、ご協力をお願いいたします。7. 投票所における新型コロナウイルス感染症対策。 新宿区では、有権者の皆様が安心して投票できるよう、投票所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を以下のとおり実施します。すべての投票所、期日前投票所を含むに、消毒用アルコールを設置します。投票所の職員はマスクを着用し、手洗い及び 手指の消毒を励行します。名簿対象係および投票用紙交付係投票管理者および投票立ち会人の面前には飛沫防止フィルムを設置し有権者と職員間における感染リスクの低減に努めます。消毒済みの鉛筆を用意しています。 鉛筆やシャープペンシルをご持参いただくことも可能です投票記載代や貸出物品、老眼鏡、ルーペ、展示器などについても消毒を徹底します投票所内は換気を適宜実施します期日前投票所における混雑・集中緩和のために区選挙管理委員会特設ホームページ上で 投票者数に関すす。る情報を提供します特設ホームページには前回平成30年の新宿区長選挙及び令和4年7月10日執行の参議院議員選挙時における期日前投票所別投票者数を参考として掲載するとともに 今回の新宿区長選挙における日ごとの期日前投票所別投票者数を毎日更新いたします。感染防止対策として、ご来場の皆様にも以下のご協力をお願いいたします。ご来場の際は、可能な限りマスクの着用をお願いします。ご来場の際の 手指のアルルコール消毒、投票所内の咳エチケットにご協力くださいアレルギー等アルコール消毒が困難な方は係員までお申し出くださいご自身で鉛筆シャープペンシルをご持参いただくことも可能です鉛筆シャープペンシルを推奨しております投票用紙は 樹脂製で乾きにくいため、ボールペン、水性ペン等では、インクで他の投票用紙が汚れたり、投票用紙同士がくっついたり、文字がにじんで、判読が困難になる恐れがあります。ただし、鉛筆、シャープペンシル以外の筆記用具を拒否するものではありません。お並びいただく際は、 一定の間隔を空けるようお願いします。ソーシャルディスタンスの確保。期日前投票を、ぜひ積極的にご活用ください。スムーズな受付のために、あらかじめ、投票助成利権の利面にある期日前投票宣誓書・県請求書のご記入をお願いします。8 旅行地・滞在地での不在者投票長期の出張や旅行などで、新宿区内で投票・期日前投票ができない方は、次の手続きにより、新宿区以外の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票ができるのは、11月7日月曜から、 11月12日土曜です投票用紙等の請求・送付は郵便で行いますのでお早めにお手続きください。なお不在者投票所の場所や投票可能な日時は自治体によって異なります。特に滞在先の区市町村が選挙期間中でない場合投票可能な期間時間は その区市町村の選挙管理委員会の執務時間中11月7日月曜から11月11日金曜の午前8時30分から午後5時までとなります必ず事前に滞在先の区市町村の選挙管理委員会にご確認ください。かっこ1投票するご本人が 新宿区選挙管理委員会宛に投票用紙等を請求します請求書は新宿区のホームページからダウンロードしていただくかまたは民意の記載例を参考に便箋等に必要事項を記入の上ご郵送ください投票用紙等は電子メールやファックス電話での請求ができません 郵便で請求してくださいただし必要な申請ツール等をお持ちの方は電子申請が可能な場合があります詳しくは区選挙管理委員会特設ホームページをご覧いただくか直接お問い合わせください。2. 請求書が新宿区選挙管理委員会に到着後 告示日の十一月六日日曜以降に七日以降の到着分は受付が済み次第、投票用紙の送付先に記載された住所宛てレターパックプラスで投票用紙等をお送りします。（括弧三）滞在先の区市町村の選挙管理委員会不在者投票所で投票してください。 不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入をすると無効になります。4. 投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から新宿区選挙管理委員会へ返送されます。投票用紙の到着が、投票日11月13日を過ぎると無効になりますので、 お早めに投票してください。記載例、投票用紙等請求書。私は令和四年十一月十三日施行の新宿区長選挙の当日、〇〇投票所に行けない理由を記入そのため投票所に行けない見込みです。このことが真実であることを誓い。 投票用紙等を請求します令和4年丸月末日1氏名ふりがな2生年月日3新宿区での住所4投票用紙の送付先住所5電話番号日中に連絡がつく番号や携帯電話の番号投票用紙の請求先 新宿区選挙管理委員会郵便番号新宿区歌舞伎町9郵便等による不在者投票体が不自由なため投票所に行くことが難しく票に該当する方は事前に郵便等投票証明書の交付を受け 十一月九日水曜までに不在者投票の請求をすることにより郵便等による不在者投票ができます。また票に該当し、かつ身体障害者手帳をお持ちで上司または視覚の障害の程度が一級の方または戦傷病者手帳をお持ちで上司または視覚の障害の程度が 特別交渉から第二交渉の方は事前の手続きで代理記載制度が利用できます詳しくは区選挙管理委員会にお問い合わせください郵便等による不在者投票ができる方手帳の種類身体障害者手帳内容量化し、体幹移動機能の障害 等1級2級心臓腎臓呼吸器膀胱直腸小腸の障害1級3級免疫肝臓の病気1級から3級線症病者手帳両下肢体幹の障害特別交渉から第二交渉心臓腎臓呼吸器 膀胱・直腸・小腸・小肝臓の障害特別交渉から第三交渉介護保険非保険者証要介護状態区分要介護5なお請求期限11月9日水曜を過ぎてからは今回の新宿区長選挙の 郵便等による不在者投票の請求はできません。お早めにお手続きください。10. 指定病院等に入院・入所している方の不在者投票都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内でも不在者投票ができます。 お早めに病院・施設にお問い合わせください。新宿区内の指定病院・施設は、表の通りです。慶応技術大学病院、特別養護老人ホーム、新宿ケヤキ園。大久保病院、特別養護老人ホーム、マザース新宿。ジェイコウ東京・新宿メディカルセンター。 特別養護老人ホーム神楽坂東京女子医科大学病院特別養護老人ホームもみの木苑国立国際医療研究センター病院特別養護老人ホームミサヨハウス富久 j コ o 東京山手メディカルセンター有料老人ホームサニーパレス四谷一番館 目白病院有料老人ホームグランダ哲学堂公園聖母病院有料老人ホームセラビ新宿東京医科大学病院有料老人ホームコミュニケア24癒しの新宿御苑春山記念病院有料老人ホームメディア寿司と市ヶ谷柳町 林外下病院有料老人ホーム島ナーシングホーム飯田橋特別養護老人ホーム原町ホーム有料老人ホームグランビュ神楽坂養護老人ホーム聖母ホーム介護老人保健施設デンマークイン新宿特別養護老人ホーム聖母ホーム 介護老人保健施設マイウェイ四谷北山節特別養護老人ホーム赤根園介護老人保健施設フォレスト西早稲田北新宿特別養護老人ホーム柏園指定障害者支援施設新宿欅園 11. 投票所への移動に関する支援 視覚障害や全身性障害知的障害や精神障害のある方は移動支援事業等の制度を利用することによりご自宅等から投票所への移動について支援が受けられる場合がありますまた難病等でも支援が受けられる場合があります介護保険の 要介護・要支援の認定を受けている方、または、介護予防・生活支援サービス事業対象者の方は、訪問介護のサービスにより、ご自宅等から投票所への移動について支援が受けられる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。視覚障害・全身性障害 知的障障害、害、精神障害これらに準ずる難病等の方障害者福祉課支援係電話5273-4583ファックス3209-3441介護保険の要介護の認定を受けている方介護保険課給付係電話5273-3497 ファックス介護保険の要支援の認定を受けている方または介護予防・生活支援サービス事業対象者の方地域包括ケア推進課介護予防係電話5273-4568ファックス6205-5083 12候補者の情報候補者の氏名経歴政権写真等の情報は以下から入手可能です1選挙管理委員会が提供するもの選挙広報区選挙管理委員会特設ホームページへも掲載公営ポスター掲示場 内3 8かっこ2各候補者が選挙運動として利用できるものウェブサイト等ホームページブログツイッター動画サイトなど電子メールただし候補者以外は発信転送できません選挙運動用ビラ街頭演説 個人演説会など上記媒体の活用の有無は各候補者に委ねられているため必ずしも全ての候補者について行われるとは限りません。13特例郵便等投票新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方米印1で。 一定の要件を満たす場合郵便等により投票をすることができますなお請求には期限があります印2詳しくは区選挙管理委員会特設ホームページをご覧ください「h t t p s w w w c i t y s i n j u c s, s hinjuku.lg.jp ドットドットスラッシュくせい kusei スラッシュ数字二ゼロ二二一一選挙 senkyo.html s ドット米印一濃厚接触者の方は 特例郵便等投票の対象ではありませんマスクの着用や手指の消毒など感染防止対策を徹底した上で投票所での投票をお願いします米印2請求期限11月9日水曜を過ぎてからは今回の新宿区長選挙における 特例郵便等投票の請求はできません。お早めにお手続きください。14. 選挙広報を配布します。11月12日土曜までに、委託業者が選挙広報を各家庭に配布します。また、区役所本庁舎・分庁舎や特別出張所などの主な区施設にも置きます。 期間内に届かなかった場合は、区選挙管理委員会までご連絡ください。目の不自由な方のために、展示板や音声版の選挙広報も用意しています。こちらも、区選挙管理委員会へお問い合わせください。また、区選挙管理委員会の特設ホームページ、https スラッシュスラッシュ www.ci ty. 新宿 shinjuku.lg.jp スラッシュ k u s e i スラッシュ数字202211選挙 s e n k y o HTML でも選挙広報がご覧になれます公開は11月7日月曜頃の予定です15選挙管理委員会公式ツイッター新宿区選挙管理委員会公式ツイッターでは今回の新宿区長選挙に関する情報を随時配信しています ぜひご活用くださいアカウント名「アットマーク新宿 SHINJUKU」「アンダーバー」「選管 SENKAN」S「e N K A、N, 新宿区選挙管理委員会」URL,「URL」「https コロンスラッシュスラッシュ」 「TWITER.com t」「新宿」「SHINJUKU」「アンダーバー」「戦艦」「SENKAN」以上で新宿区長選挙特集号を終わります。